はい、こんにちは、ブレカーズです。今回は、僕らのヒーローアカデミア第、16話見ていこうと思います。近くの裏へ、みんな一旦引いて。また炎で本心が負けないのか。捕らえたヴィランたちも移動させろ。焼け死。トガヒミコや黒霧だけじゃないわ。これやば、マジで無限増殖してるんだけど。トドロキちゃん、むちゃくちゃすぎる。ここで飛んでくるか。戦いは混迷の一途をたどっているようだな。混迷。ジョーカちゃん、お耳が。同じゲートからあんたらも出てきたってことは、あのトゥワイス軍はトガってことね。いや、トガヒミコの能力だとしても強すぎだろ。止めなきゃ。バットマンズデスパレード。ダビの熱が強すぎるぞ。トガは構わず増殖するが、我々は何もできずに逃げ惑うだけ。いや、気持ち悪い。戦いにならない。あの胸の炎はショートが話していたリンか。ショートはどうした、トヤ。いや、強かった。俺の夢はもう完全には叶わない。せめてお前の大切なもの、守ろうとするもの、一つでも多く。やばいな、こいつ。破滅しそうじゃん。村の元へ。うわぁ。まあ、ホークス止めようとするよね。いや、でもな、一つの個性バーサス、多量な個性使ってるタイプだから、勝てないだろう。そもそも、戦いにすらなってない。ずいぶんな急ぎよっすね。しがらきを信用してないんすか。頭から察しがいい。そうさ、あれはまだ真の意味で完成していない。うん、僕が必要な理由がある。エンデバーさん、このままじゃ熱でみんなが戦えない。そうだ、ここが全滅すれば全てがデクとシガラキに向かう。リアってか多いな。敵の数がもうとんでもなさすぎる。ひどいな。君が言っていたじゃないか、僕を速やかに倒すことが彼の使命だと。無法期まで。ぐちゃぐちゃうるせえな。お前はもう俺たちのナンバーワンに一度負けただろうが。放棄じゃないか。ヘリクツは。あ、そうだね。うわー、もうこれ人間じゃないよ、もはや。むちゃくちゃだな。うおー、なんだこの翼みたいな。かっこよ。今度は俺が。お父さん。見る。いや、ここで出てくるんだよな、ジン君が。いや、今までね、やってた戦況が一気に覆るっていう。だから、あれだよね。もう退場させた理由が明確だよね。やばい。個性が。個性が。うわうわうわ、なんか生まれる生まれる生まれる。うーわ。やっと、はい。打ちよ、キーラー。マジかよ。同時に現在、完成塔が襲撃を受けている。やばいやばいやばい、ヒーローがボコボコに。いや、マジか。いや、ちょっと待って、これの状況やばすぎない？ちょっと。最強のヴィランが野に放たれる。うわ。死柄木とオールフォーワンの合体された総合思念体。セントラルがやばいな。とんでもなさすぎる。くれた。脱皮。動かないぞ。なんだなんだ、次のステージ行ってるってことかな。いたとして何をしたかった。話でも無駄だ、ヒーロー。かっこよすぎる、死柄木。
いや、ヴィランとしてやっぱりかっこいいよな、死柄木弔って。死柄木の人格どういうことか、死柄木の人格とオールフォーワンの人格が統合されたのか。上のシステムなど私の手にかかればこの通りだ。とんでもないな。夢が落ちるのを止めないと。このまま墜落したら下の八百屋さんたちみんなが、それと同時に死柄木を逃がさないよう黒霧も見つつ。完全になんか死柄木トムラって感じしないよね、このなんかムキムキフォルム。なんで強化された変則の細胞を休ませないと。あ、そうなの、そういうなんかものがあんの。まあ、が不幸中の幸いというべきか。デメリットでかすぎない？統合の乱れが深刻なようだ。肉体を自由に動かせる状況ではなさそうだ。あー、なるほどね。死柄木弔が前に出てきてるってことは、オール・フォー・ワンが制御できてないってことか。ここに至るまでの貫いが必ずお前の力となる。いいね。あれ？いやでも俺ここで漫画で読んでたんだよ、何言え。超熱い展開だったよね、マジで。うおー。いやー、ここで出てくるか。すごいな。マジか。いや、この絶望と絶望が兼ね合わせた状況で、一気にこう巻き返すっていう。いや、いいねあれ。スライムウォーリアー、あのせいでどれほどの損壊額が出たか。それはごめんなさいよ。ああ猫になっちゃった。なんだこれ。やめろー、ザ・バップを踊らせるな。うわ、むっちゃくちゃだ。もっとも意味べきこの二つは譲らんぞ。さあ、ここから逃げれば問題はないということか。革命の火は絶えぬのだ。こいつの精神やばいな。止まりません、アイバー、早くなんとか。天空の引き継ぎじゃなくなっちゃうことか。もろもろ崩壊してんの。残存部だけで再浮上させられるよう今プログラムを新しく組んでんの。天空の引き継ぎじゃなくて海中の引き継ぎになっちゃうよ、こんなことしてた。間違いだったんじゃ。いや、このなんか元ブラックハッターハッカーがホワイトハッカーとしてさ出てくるっていう展開めちゃくちゃ熱くない？マジで。だがそこに何があるかと。このなんか最終ボスラウンドやーべえな、マジで。ボス戦だよね。もう一度試して。無理です、制御ができない。戦う準備やばくない？どうなってんすか。どうしようもできないって感じなのかな。うわぁ、死柄木弔じゃなくてあれか、トワイスか。モノマー出て。むっちゃくちゃやん。内から侵入されたら俺たちじゃ。うわー、ここで出てくるのか。もともと敵だった。そしてね、緑谷いずくに敗れた。ミスタースケプティック、一番近くにいた私たちが捕まえに来た。私が来たじゃん。何の因果か。未来を彼らに託すことになると。頑張って、ジェントル。もちろん。すごい。彼に報いるためならば。うわー、ここで来るんだよな、このボイスが。山寺ボイスが来るんだよな。いいね。何度聞いてもジェントルっていいキャラしてるよね。
まあ、やってることは犯罪者だけど。総員退避。これでてめえらも自由だ。え？あとは好きにしろ。どうしようみたいな感じの雰囲気で。望むままに。まあ、犯罪者だからなんかいろいろやんのかな。自由マジか。夢じゃねえのか。俺を売りやがったあいつに復讐してやる。あの時差し損ねた奴がいるんだ。え世の中どうなっちまってんだ。女が女だ。俺らさ、なんだ、なんざてめえ。誰、ま、謝った。止まる勇気も持てなかった。ここで何止めたの。本当にそれでいいのかい。はあ、いいに決まってんだろ。ボケ未来を、明るい未来を。ここで覚醒したってこと。7カ所の刑務所が襲われ、唯一ここだけが出さなかった。飛びた。何を望む。一人で全部やったのか。ラブラブに会いたい。それと紅茶。私ったらゴーツクバリよ。だって何度もの。うわー、いいねこの二人の関係値。愛を一層強くする。うほほほほほほ。あ、そっか、愛が深まれば深まるほどあれか、強くなる個性だもんね、ラブラバーは。シントリースーパーラバー。これ止めに入んの熱くね、マジで。この元敵がさ味方になる展開とかめちゃくちゃ熱いんだけど、本当に。君はまだ誰かの笑顔のために戦っているのかい。すごい。私はあの時落ちる人を助けたかった。その気持ちに嘘偽りはなかった。やっば。ちょっとかっこよすぎないか。しかもあれだよ、力を使ってっていう。だけど相当すごい能力が。トランポリンみたいに空気が。トランポリン。そうだよ。お前とかつて戦った奴がいるんだよ、下で。小僧まずい。奴が動き始めた。均衡がもう。ランカは止まっても、あの手が血に触れたら。まずい。誰？次誰？次は誰がなんかこんな救世主と。私はそこを見ていかなければいけないんだ。友の言葉を借りるなら。あら、彼らの心の奥底にあるオリジン。めちゃくちゃあれだね、遠い場所から。遠すぎるだろ。ということで今回は僕らのヒーローアカデミア見ていきました。いやー、あのね、これのなんか最終決戦の良さが出てるね。あの全員主人公っていう、その緑谷出久だけじゃないのよ。緑谷出久だけがストップスポット当たって、緑谷出久だけが、まあ、参戦して戦うっていう物語じゃなくて、なんか緑谷出久自体が全員スポットライト当たって、で緑谷出久自体以外がそのなんか主人公になってんだよ。なんかサポート役だけっていうのじゃなくて、みんな主人公でみんな戦ってんだよね。そこの良さっていうなんか引き出し方がやっぱりめちゃくちゃうまいなと思った今回のショーで。
そのジェントル、まさかこれ参戦してくれると思わなかったけどさ、だけどさ、多分考察、まあ、考察してる人とかさ、めっちゃ考えると思うね。これこういうキャラクター出てくるな、これこういうキャラクターが出てきたら熱いなみたいなさ、考えると思うんだけど、作者はそれを乗り越えてワクワク感を出さなくちゃいけないっていう状況だと思うけど、だけど多分それをもう多分乗り越えてきてると思うんだよ、さらに。そうだから、そういうところのなんか俺たちの期待を裏切らないような展開にしてくれてる、マジでいいよねっていう、今回はそんな感じでした。